もう頑張るのはやめましょう。こんにちは、藤田です。今回は寝起きに一杯飲むだけで体重中性脂肪悪玉コレステロール値まで減らす紙ドリンクご紹介していきます。このテーマを聞いて、そんな飲むだけでありえない、怪しいな、結局食べなければ痩せるでしょって思った方も多いのではないでしょうか。確かに摂取カロリーを減らせば痩せるっていうことはわかっている。 でも食欲がどうしても我慢できない。お腹いっぱいなはずなのに食べてしまう。友達や家族につられて暴飲暴食しちゃうっていうことやめられないですよね。実はこれはあなたが悪いわけじゃないんです。この知らぬ間に食べてしまう原因は脳味噌なんです。この脳が勘違いをして食欲を暴走させたり、なぜかわからないけど食べてしまうっていう現象を起こすんです。それを解決するために必要なことはたった一つ。 タンパク質を摂取すること。そのタンパク質の中でも、ホエイプロテインが最強なんじゃないのっていうことが今言われています。そこでこの動画の中では、ホエイプロテインの驚くべき効果、ムキムキにならないの腎臓悪くならないの具体的なプロテインの飲むタイミングや方法についてご紹介をしていきます。それでは早速内容に入っていきましょう。まず、ホエイプロテインの効果を5つご紹介をします。 まず一つ目は皆さんご存知の通り筋肉がつくっていうことなんですね。このホエイプロテインは体の中でタンパク質合成を刺激するんだっていう効果があるんですね。それも他のタンパク質に比べてホエイプロテインは吸収率が高いというふうに言われているので特に筋肉を増やす目的には向いています。なので一つ目の効果は筋肉がつくこと。二つ目は食欲を減らすこと。このプロテインには食欲を減らすこと。 を抑える効果があるっていうふうに言われていますこれはワシントン大学の研究によるとタンパク質を多めにとると1日で平均で450キロカロリーほど摂取カロリーが減るという実験もあるぐらいなんです なので、二つ目の効果は食欲を減らすということ。三つ目の効果は中性脂肪を減らすっていうこと。これはカーティン工科大学の実験では、肥満の女性に対して1日 27g のホエイプロテインを12週間にわたって飲んでもらったところ、中性脂肪が減ってるよっていうことが確認されてるんです。また、この研究の中では、悪玉コレステロール値、高血圧まで改善したことが分かっています。なので、三つ目の効果は中性 脂肪を減らすっていうこと続いて4つ目の効果は脂肪感を改善するっていうことこれはローザンヌ大学の研究では1日60グラムのタンパク質を4週間にわたって飲み続けると脂肪感が改善したっていう研究もあるんですなので4つ目の効果は脂肪感まで解消するっていうこと 続いて5つ目の効果はインスリン感受性を改善することこれはカーティン工科大学の研究では肥満の女性を対象にした実験で1日 60g のホエイプロテインの摂取でインスリンの感受性が良くなったよっていうことが分かっているんですこのインスリンの感受性っていうのは糖尿病の改善とほぼイコールだと考えてもらっていいのでホエイプロテインを飲むだけで糖尿病の数値まで良くなるんじゃないのっていう実験結果があるんです なので5つ目の効果っていうのはインスリンの感受性を改善すること。 つまりホエイプロテインを飲むことによって様々な効果が見られるっていうことなんです。ただプロテイン飲んだらムキムキにならないの腎臓悪くならないのっていうこと気になりますよね。そこで2つ目のポイントっていうのはムキムキにならないのか腎臓は悪くならないのか。まず1つ目はプロテインを飲んだとてムキムキにはならないっていうことなんですね。これはどうしてかっていうと筋トレとプロテインがセットだからムキムキになるっていうことなんですね。 どうしてこういうことが起こるのかっていうと筋トレで筋肉を1回壊すんですねで、壊した後にじゃあもうちょっと筋肉を大きくしないとまた壊されるじゃんと思って筋肉が大きく成長していくわけなんですで、この成長する時にプロテインだったりタンパク質が必要になってくるので筋トレをガツガツしてないよっていう方はですねプロテインを飲んだだけでは筋肉はついていかないんですねどちらかというと筋肉がつきやすくなってる状 だったり筋肉をこれ以上落とさないようにするため食欲を抑える効果などを狙って飲むといいっていうことなんですね。 なのでまずはプロテインを飲んだからといってムキムキにはならないっていうことなんです続いて二つ目は腎臓は悪くならないのっていうことなんですけどこの腎臓についてはプロテインを飲んでも腎臓がもともと悪い人以外は大丈夫っていうことが分かっているんですこれは2014年に国蘭共同計画っていうところの実験ではこの高タンパク食っていうのは腎臓に対して何かしらの影響はあるんだけれども 尿から排出される尿素やカルシウム尿酸の量を増やすっていうことが分かってるんですねこういう風な変化っていうものは高タンパク質っていうものに適応するメカニズムがあるんだっていう風に考えられていてなんか難しい言い方なんですけどどういうことかっていうと人間の体にはある程度のタンパク質量しか吸収できないようなスイッチが備わっているそうなんですたくさん入ってきてききも吸収でなないように尿などによって で排出していくっていう働きがあるそうなんですよねただこの腎臓がもともと悪い人だとその排出する働きがうまくいかなくなってそのプロテインを取った時の栄養素が体の中に溜まってしまってより腎臓に良くないよっていうことが言われているわけなんですなので腎臓がもともと悪い人以外はプロテインを飲んだからといって腎臓が悪くなるわけではないっていうことなんですねつまりですねプロテインを飲んだからタンパク質をたくさん 取りすぎたからといえ体にマイナスなことはなかなか起こりにくいっていうことなんですねじゃあ具体的にそのホエイプロテインだったりプロテインの飲むタイミングだったり方法についてご紹介をしていきますまず一つ目のポイントは朝に飲んだ方がいいっていうことなんですねこれはですね2つの研究から分かっていますまず一つ目の研究はテルアビブ大学っていうところの実験で肥満と糖尿気味の男女48名を対象 に朝に保衛プロテインを飲んでもらったところ平均で7.6キロぐらい体重が減ってるよっていうことが分かっているんですこの研究をした人たちはどういうふうに言ってるのかっていうと朝に保衛プロテインを飲んだ人っていうものは グレリンっていう食欲をアップさせるホルモンの分泌量が減っていたよっていうことが分かっているんですね。なので朝にホエイプロテインを飲むだけで一日中の食欲が抑えられる可能性があるっていうことなんですね。また2つ目の研究、早稲田大学の実験ではマウス実験ではあるものの朝にタンパク質を増やしたグループの方が筋肉量が増えやすかったよっていうことも分かっているんですね。だからですね朝これかから仕事事に行ったりとか家事だったり とか、そういう動く前にタンパク質を取っておくと、いつもしている行動のはずなのに、筋肉がきれいにつきやすくなったりとか、落ちにくいっていうことなんですよね。つまり、プロテインはいつのタイミングで取るのかっていうものを考えた時に、朝に飲んだ方がメリットが大きそうなんですよね。続いては二つ目、量についてなんですが、これは体重1キログラムあたり、1グラムは最低取りましょうっていうことなんですね。これは筋肉だったりとか。 モケたちの細胞を維持していくために絶対に必要な量っていう風に言われていますだから例えば体重60キロの人だと1日60グラムのタンパク質が必要なんだよっていうことなんですねここでよくある間違いはじゃあ鶏の胸肉を100グラム食べたら100グラムタンパク質が取れるのっていうことではなくてこの鶏の胸肉100グラムの中にはタンパク質が20グラム程度含まれていますまた卵1 だとだいたい 6g から 7g 程度含まれているわけなんですねなので6 0キロの体重の人だと1日に 60g ですよねなので3食食べるとしたら鶏の胸肉などを毎回取らないとこのタンパク質量が足りなくなってくるっていうことなんですねただそれが難しいっていう時にホエイプロテインなどを使っていくと足りないタンパク質分を補っていけるんだよっていうことなんですねこれが2つ目のポイント タンパク質を摂る量っていうのは1日体重 1kg あたり 1g は最低取るようにしようっていうことなんです。 続いて3つ目は、ホエープロテインやプロテインは、あくまでも栄養補助食品であるっていうことなんですね。これは、プロテインだけを取っているからいいっていうことではないんです。プロテインを取った時に体に吸収しやすいようなビタミンだったり糖質っていうものをしっかり取っていかないと、このプロテインを取った効果がダメになっちゃうっていうことが多いんです。だから、プロテインを取るのは、あくまでも栄養補助食品であるっていうことを 理解していただいて食事の中で足りない部分を ホエプロテインななどでで補っていくってていいくうことが大切なんですねそして、あくまでも、タンパク質だったりっていうものは、食事から取れる方が、本来は痩せやすいっていうことなんです。これは、食べている時でも、僕たちは代謝を上げるっていう作用をしてるんですね。これは、食事誘発性、熱酸性っていうふうに言われていて、食べている間もカロリー消費してるよっていうことなんです。なので、飲み物を飲むよりも、何か食べていた方が、 カロリー消費して痩せやすくなるよっていうことなのでできるだけ食事の中でタンパク質はとっていくんだけれどもなかなか昼ご飯気をつけることが難しい夜ご飯家族で外出することが多いとかってなってくるとなかなかタンパク質量を調節することができないので朝にプロテインをとっておくと一日のタンパク質量が確保できるよっていうことなんですね。 そして朝は栄養素だったりとか水分が枯渇している時なので朝にプロテインを一杯飲むっていうことを習慣にしていただくだけでも水分量が確保できるしタンパク質の栄養素を補うことができて一日中の食欲を抑える効果もあるっていうことなんですねじゃあ,あ具体的にですねこのホエープロテイン僕がどんなものを飲んでいるのかっていうと僕はゴールドスタンダードのダブルリッチチョコがですね一番おすすめ飲みやすいかなというふうに 考えますまた値段的にはマイプロテインのプロテインっていうものが結構ですねお値段的にも安かったりとか続けやすかったりしますまたスーパーとかですねドラッグストアで買う場合はラバスのプロテインがたくさん売られていると思いますので自分が続きやすいものを選んで飲んでいただくと少し変わってくるのかなというふうに考えます なので、今回は寝起きに一杯飲むだけで体重中性脂肪悪玉コレステロール値まで減らす紙ドリンクとしてホエイプロテインもご紹介していきました。またこのチャンネルでは毎日夜9時にゆるくダイエットが続けられる方法を紹介してます。気になるなっていう方はお見逃しないようにチャンネル登録と横のベルボタンチェックしとってください。それではまた。バイバイ。